ポリゴンマジック。平気だよ。でも機械の体だったら寒さなんて感じないんでしょ。それに長生きだって。ええ、部品さえ交換を続けていれば千年だって生きられるのよ。お父さんさえ生きていたら鉄郎にも機械の体を買ってあげられたのに。母さん、あれ、山の向こうのメガロポリスに宇宙特急の最終便が着いたのね。お母さん、お母さん、しっかり。おお、これは素晴らしい。いつもながら見事な腕前ですね。今時 100% 生身の人間なんて珍しいですね。美しい人間だ。応接間の壁に飾ろう。ちくしょう、待ってて、お母さん、必ず仇を取ってあげるからね。ここが機械伯爵の館。お母さんはここに連れてこられてるはずだ。待ってて、お母さん、今助けに行くからね。間違いない。お母さんはここにいる。
もっとよく見てくれ、今日の獲物を。運が良かったのだ。この扉の向こうだ。お母さん。なんだお前は。僕はお前を許さない。許さなくてどうするというのだ。つまらん感情に動かされなければまだあとほんの数年は生きられるもの。母さんの仇を討つのがつまらない感情だというのか。どうやって仇を討つのだね。僕はお前を許さない。うるさい。たとえ死んだって許すもんか。私のコレクションにそんな汚いものはいらん。骨まで燃やしてしまえ。やれやれ、せっかちな奴らだな。ここは。君は。私はメーテル。僕は星野哲郎。服に刺繍してあったわ。そうか。ところで、君が助けてくれたのか。いいえ、私ではないわ。じゃあ誰が。今は言えない。でもいつか出会う日がきっと来るわ。そう。どうしてあんな無茶を。一足遅ければ殺されていたわ。機械伯爵に母さんを殺されたんだ。それで機械伯爵は。もういないわ。いない。じゃあどこに。わからないわ。探さなきゃ。母さんの体を取り戻すんだ。無駄よ。今のあなたでは仇を討つことはできない。やってもみないでわからないじゃないか。やってみたんでしょ。それに機械化人を倒すには機械の体になるか戦士の銃のような強力な銃でしか。戦士の銃。あのキャプテンハーロックが持つという。そう。宇宙にたった4兆しか存在しないと言われる戦士の銃。そんなの手に入りっこないよ。そうね。じゃあお金を貯めて
機械の体を買うしかないのか。これがなんだかわかる？銀河鉄道の定期券。そう、この列車の終着駅は機械の体をタダでくれる星。タダで？ええ、あなたにその気があるならこの定期をあげるわ。本当かい？でもどうして？その代わり私も一緒にその星に連れて行ってほしい。そんなのお安いご用さ。それともう一つ、私の旅の目的や行き先は聞かないと約束できる？わかった、約束するよ。契約成立ね。発車時刻までそんなに時間がないわ。行きましょう。この列車はアンドロメダ行き超特急39号でございます。私、当列車の車掌でございます。ご用の際にはお気軽にお声をかけてくださいませ。いよいよ地球とさよならか。今のうちによく見ておくといいわ。いいよ、地球には悲しい思い出しかなかったから。肉眼でここを見るのはこれが最後よ。悲しい思い出も懐かしくなる時が来るのよ。見ておけばよかったと思う時が。僕はまだ若い。そんなのは年老いた人の言うことさ。僕は機械の体が欲しいだけだよ。それだけで胸の中はいっぱいなんだ。そう。おほん、まもなく発車時刻となります。ご乗車になってお待ちください。地球か、あんなに大きくて青かったんだね。よく見ておくのね。あなたの本当の目で見る地球はこれで最後かもしれないんだから。構うのか。今度帰ってくるときは機械の体を手に入れて母さんの仇を討つときだ。鉄郎の長い銀河の旅が今始まろうとしていた。どんな星を訪ね、どんな人と出会い、どんな姿になって帰ってくるのか、鉄郎にはわからない。ただ無限に輝く星の海が広がっているだけだ。
火星に吹く風の音はその赤い砂の下で眠る者のすすり泣きだと人は言う。大事な友を少しでも引き止めようと赤い砂塵が舞うのだ。俺の船、やっとの思い出作り上げたのに、ここまでなのか。進路変更要請、進路変更要請。こちらは銀河鉄道39、直ちに進路変更せよ。うるせえ、敵らしてるよ、そっちがどけ。応答せよ、進路を変更しない場合は障害物として破壊する。え、応答してんだろ、避けられてんだよ。おい、無線まで壊れやがった。なんとかしないと。頼む、もう一度だけ言うこと聞いてくれ。ちくしょう。障害物があるよね。あ、あれだ、あの宇宙艇だよ。故障かしら。それにしても随分古い型の船ね。操縦してるの僕ぐらいのやつだ。こっちにどけって言ってる。コントロールを失ってるんだ。あれ、警笛が止んだ。いけない、自動排除装置であの船を破壊する気よ。そんな、止めなきゃ。車掌さん。お騒がせしております。接近中の障害物ですが速やかに排除しますんで、ご心配には及びません。障害物への排除装置照準設定完了。秒読みに入る。5、4。了解。人が乗ってるんだ。え、そんなはずは。こちらの警告にも応答がありませんし。きっと無線も壊れてるんだよ。しかしあの加速度でぶつかられたら、こちらが。3、2、1。うわっ、何するんですか。障害物の衝突により動力部及び通信設備全損。現在の推進力0。あ、なんてことに。どうなったの。あの宇宙艇を守るために機関車さんがシールドを解除したんです。機関車さんやる。喜んでる場合ですか。推進力ゼロなんですよ。推進力ゼロだとどうなの。墜落します。しかも通信設備が壊れたから助けを呼べません。
哲郎さん、哲郎さん、しっかりしてください。は、車掌さん到着。何言ってんですか、墜落ですよ。墜落？あ、大変だ。やっと気がつきましたか。宇宙って大丈夫か？船、俺の船が。命が助かったんだ、船ぐらい。気安く言うな。命の恩人に随分な口の利き方ね。そうですよ、哲郎さんがいなかったら今頃あなたは。お前が。そうか、すまん。いいんだよ、俺は海のヒロシ。地球から地球からこの手作りの船で。いや、一度この火星に不時着したんだ。それからやっとのことで宇宙船を作り直して軌道上まで上がった瞬間にこのざまだ。それよりお前は。俺は星野哲郎。この銀河鉄道39で地球から来た。本格的な修理は第七ルス駅でするとして、とりあえず燃料バルブ、それとこの圧力弁とキャタライザーか。その通りです。詳しいんだな。まあな。それで車掌さん、この部品をヒロシと買ってくればいいんだね。ええ、そうです。ここから20キロほど西のスクラップヒルの町で手に入るはずです。任せてくれ。それとスクラップヒルの町ではくれぐれも39が不時着したことは言わないでくださいね。うん、でもなぜ。ジャンク屋にとっては39は高級部品の塊だ。見つかったらあっという間にバラバラにされちまう。そういうことか。哲郎さん、この金貨で部品を買ってください。ふっかけられても大丈夫なだけありますから。なるべく安く買ってくれ。それとこの紙に一応部品の名前が書いてありますから。本来なら私が行くべきですが、ここを離れるわけにはいかないので。じゃあ行ってきます。お願いします。おい、さっさとスクラップヒルの町に行こうぜ。早くしないとみんな干からびちまうぜ。大丈夫か？
水か。困ったな。町まではここだったらまだスリナインに戻った方が早い。わかった、一走り行ってくる。あれ、哲郎さんどうしたんですか。水喉が渇いたから戻ったんですか。違うよ、砂漠で行き倒れの人を見つけてその人に。はいはい、そういうことですか。ではこれをお持ちください。ありがとう。砂漠で何しとんね。スクラップヒルに部品を探しに行くんだ。ほう、どんな部品や。燃料バルブと圧力弁、それとキャタライザー。キャタライザー、銀河鉄道でも墜落したんかいな。俺の宇宙船の修理だ。まあええ。ところで金は業さん持ってきたんやろな。うん、金貨で50枚持ってきた。50枚か。まあそんだけあれば大丈夫やろうけど、足元見られんようにせなあかんで。ん、なぜ。ジャンクの値段は合ってないようなもん。金がある思ったらどんどんふっかけてきよる。じゃあどうすりゃいい。まずは街の中いろんな店回って情報収集や。とにかくいろんな人に話を聞くんや。ほな、ワイは行くで。ヘビーミルダーでキャプテンと待ち合わせして。あのあばら屋から。失せろ、機械化人ども。お前らに売る銃などない。失せろ。何なんだあのじじい、いきなり撃ってきて。機械化人と勘違いしてるみたいだ。バカ野郎。